マセ。ケマセ。光らしたらいけんやん。ちょっと。ハラチック公演ボリューム15始まるよ。そもそもの始まりは去年の寒い季節だったわ。和の空くるくるわふかであなたのことを待ってた。なんてことを顔上げた時87cm、ギーちゃんこと青木です。よろしくお願いします。ギーちゃん、ギーちゃん、
はい、私はこちら側にマイクを向けた時にあゆぴーと叫んでくださいいいですか、いきますよ。でね、あゆぴー、どじっこ、あゆぴー、みんなのあゆぴー。はい、ありがとうございます。いつも元気いっぱいダッチックのあゆぴーです。よろしくお願いします。あゆぴー。はい、東京ムービー届けます、ドレミガールのゆいこです。よろしくお願いします。ゆいこ、まずはモハザーもジャパニーズのハーフアイドルミヤペチーノです。よろしくお願いします。はい、まずですね、ちょっとこれ奇妙な格好をしてると思うこの状況をまず説明したいと思います。はい、ミヤペチーノがですね、今日が、当分の間最後ということで、そうですね、当分の間出られないんで、仮装がしたいと、はい、ハロウィン出られないんで急に仮装がしたいと言い出して仮装をしてみたんですけど、アイビーの迫力がすごいですね髪型がね、やっぱアイビーコスプレ好きなんで、やっぱコスプレするよって言ったら、はい、って言ってめっちゃすごい格好してきました。そう、気合が、最近このウィッグが大丈夫、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 はい、ウィッグが欲しくてですね、ちょっとネットでいろいろ探してるんですよ。はい、これつい最近買いました。ピンクのね。はい、ピンクです。似合うよね、似合うよね。うん、全然。セール品だよ。あと、ちなみに言うと、エリコも前髪つけてるよ、これ。いや、あんま違和感ないよね。あるっちゃあるか。わからん、みんなわからん、前髪つけた。あんまり切ってないよ、エリコ。それ、つむじつきなんだよね。そう、つむじついてる。なんか、みかんのヘタみたいな。そう、このウィッグ、つむじついてるの。つむじ。わからないでしょ。つむじって言ったら、ゆうこが今日、みかん食べてきた。つむじついてるの。ね、めっちゃリアルやん。あんま興味ないよね。じゃあさ、だからとにかくね、今日はあのお題がパーティーっていうことで、はい、あのこんな感じでパーティーっぽい感じで今日は行きたいと思うので、はい、最後までお付き合いください。はい、お願いします。それではラチックボックスに参りましょう。はい、最後、はい、ちょっと大串も整えてくるわ。あら、インピーはどういうのをイメージして、あのあれにしたんだろうね。私なんかでもなんとなく系統はわかるじゃん。学生じゃん、学生。え、小雪、小雪、小雪、マジいてる。これ余計なこと言うから、アインピーが変なテンションに、はい、じゃあ宮口さん、あー、宮口さんが剥がれかけてる。あ、もうすぐ終わっちゃうから、やめてやめてやめて。これ自分です。はい、じゃあラスチックボックスを説明してください。はい、ラスチックボックスにはお題が、トークのお題が入っていて、それを会場の皆さんに引いてもらいます。はい、ではアイピー行ってきてください。私誰にしようかな。いってらっしゃい。引きたい人手挙げて。あ、誰もいない。私がいないんだよな。いけ、締めいけ。あ、いい、私。え、じゃあ目の前、あ、誰にしようかなって、の神様の言う通り。はい、決まった。はい、どこから来られましたか。福岡市内。はい、名前は。はい、ありがとうございます。なんか雑だな、今日ですね、今日は。はい、これあれ、はい、まあ、いいや。はい、じゃあ開きましょう。ちょっとですね、はい、じゃあ皆さんにですね、はい、ラスチックボックスのこのトークテーマを開くときに一緒に、レッツトーキングっていう掛け声を皆さんでしてもらいたいので、ちょっと気づいたことがあるんですけど、ちょっといつもここにエリンコ名が書かれてるんですよ。なぜ書かれてないのか。はい、エリンコの顔ですか。そうですか、エリンコの顔はないということで。おい、顔なしあるわ。そうですね、はい、なんでや。では行きましょう、皆さん掛け声いきますよ、せーの、レッツトーキング。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。アリコいつも適当。はい、これだーれ。イエーイ、今回はですね、ラスチックボックスの中身すべてゲームになっています。おお、ミヤペチーノがね、強化技術でなかなかライブに来れなくなるので、ので、はい、ミヤペチーノの好きそうなゲームをしようということでですね、はい、ありがとうございます。お題もパーティーなので、それではゲームをしたいと思います。イエーイ、盛り上がっていこう。イエーイイエーイ。ルール説明いきますよ。大丈夫みんな。ルール説明いきますよ。はい、はい、これだあれというゲームはですね、3人、この中から3人選抜して、はい、消えてもらいます。消える。じゃあ宮崎に消えようか。わかりました。そういうものじゃないんですよ。はい、3人ですね、はい、3人消えてもらって、
で中からあ向こうに聞いてもらうんだけど、これをかぶった人が出てくるんですよ。かぶった人は誰なのか質問をしながら出ていくというゲームなんですけど、男一人は答えるってこと？質問に答えるときはどうするんですか？質問に答えるときはイエスかノーの質問しかできないから、イエスのときはうみたいな、で違うときはうーん、体を動かす感じでこの布は動きます。はい、それで最終的にその3人から誰がこの中に入っているのかというのを当てるゲームです。はい、あ、じゃあゆうこ選抜します。はい、じゃあまず宮部チーム、はい、行ってきます。聞いてください。バイバイ。じゃあ次はじゃあ IP、 私、アハ、はい、そしてギター、はい、いらっしゃい。さよなら。この布を持ってこの中からみんな誰か出てくる、誰か出てくる、誰でもいいよ。はい、これ3人は何？1人だけ出てくるってこと？はい、残り2人はその消えてる裏で待機だね。はい、誰から？ちょ、見ちゃダメ、足が見えない、足が見えないようにしてね。そっか、でも靴みんな白じゃん。うん、そうか。これってファンの、あの会場の皆様も答えるの？はい、じゃあ皆さんにも質問をもらいたいと思います。イエスかノーで答えられる質問、みんなで答えよう。みんなでエリンコの手伝いして。足でわかる。おい、靴でわかる。おい、そういうことを言うな。あ、でも靴みんな一緒だよ。みんな一緒だから。あ、でもミヤピチームが出てくる。ちょっと足の筋肉でわかるかも。いや、あの、はっきり違ったから。違うから、はっきり違う3人がいる。はぁ、あ、何してんねん。え、本当に？うん、違う。あと後で見たらいい。ちょっと、確かめて、本当に足も見えないようにして。はい、無理、無理でしょ。できるの？あるけど、それ。いや、ちょっとこれすごい真実ですよ。大丈夫です。わかった。すごい。みんな見てるね。エリコ全然気づかなかった。みんな一緒だと思ってた。よし、ちょっと黄色のね、の人と、黒い靴下の人と、あのノーマルな、そうノーマルな人とちょちょってなってる人と黒い靴下の人がいた。そうなん？なんでみんな統一せんかったの？ねてかね、私とエリンコとノーマルな誰か、そう、誰か行けばよかったんだよ。ギーちゃんか。あ、ギーちゃんか。ギーちゃんと私と、あ、でもエリンコちっちゃいから分かっちゃうね。分かるわ、分からんわ。ちっちゃの高さで分かっちゃう。分けないわ。多分そういうことだ。変わらんわ。まあ、大体同じぐらいの人をちょっとチョイスしてみます。いやいや、同じじゃないでしょ。同じでしょ。ギーちゃん高いでしょ。いや、ギーちゃんちょっとこうしてもらうとして、こうしてもらう。いや、エリコもどうにもならないじゃないですか。背が低かったらもうどうにもならない。あ、でもエリコ伸びたんだよ。ちょこれやめなさい、これ。エリコ身長伸びたんだよ。身長伸びたよ。伸びたよ、エリコ身長。この前これぐらいだったもんね。違うわ、こんなちっちゃくない。伸びたな、結構。なんかじゃあこの前ボリューム13と14の時、エリンコお姉さんお休みだったんですよ。で、3日ぐらいベッドで寝込んでたら、ちょっと背が高くなったそうです。そう伸びたの。大して変わんない。伸びてない。皆さん大して変わんないと思ってると思いますか？伸びてない。やっぱゆうこの友達だ。じゃあゆうこが伸びたんだよ、ボタン。ゆうこは伸びたよ。ゆうこ、何センチなんでしょ。大丈夫、なんか今、しぼんだ音が。てかさ、かぶるだけだよね、あれ。もっと早く出てきて。かぶるだけだよ。よし、何やってるの？あ、残り2人は残っとけばいいんだよね。うん、オッケー。アイビー喋ってる時点で大丈夫。ちょっとセットが壊れる。こう倒れる、倒れる。ちゃんと寝てたら大丈夫。うわ、分かんない、分かんない。え、待って、え、何人入ってんの、そんな感じ。1人だよ、1人。え、1人？あ、でも2つの中を、見えてるよ、アイビー。アイビー、ちょ、気持ち悪いな、おい。じゃあ質問します。あの、マイクを持ってる方が本当。あー、なるほど。じゃあ分かるか。どっちかを持ってる。アイビー入っていいよね。出てきてんじゃないか。じゃあこの中でマイクを持っている方が当たりです。じゃあマイクを持っている方に回答してもらうので、じゃあ皆さん喋んないから意味ないけど。じゃあまず本当だ。じゃあマイクを持っている方に質問ですみたいな。あ、そう。OK。ちゃんとマイク持ってる方変えちゃダメだよ。あ、じゃあマイク持ってる方うんって。答えられない。どっちがうんじゃダメだってば。じゃあ待って、マイク持ってる方うんして。え？まあいいや、ともかく。じゃあ行きますよ。じゃあまずゆいこから質問します。え、エリコ不利じゃんこれ。はい。じゃあまずゆいこから質問します。
マイクを持ってるあなたは、最近パンを食べましたか？うーかやって。あ、食べてません。食べてないの。はい、どっちが動いてるか分かんない。マイク持ってる人は最近パン食べてません。じゃあ続きまして、じゃあエリンコ。エリンコ、最近テストが返ってきた。え、反応なし。テストが返ってきました。返ってきてません。嘘つけ。すげえ。ちょっと皆さんに聞いてみましょう。はい、じゃあ質問、イエスかノーかで答えられる質問お願いします。急に。最近日焼けしましたか？おお、いいね。最近日焼けしましたか？ギーちゃん最近あれ体育大会だったからね。あれ体育館か。ノー。全部ノーじゃん。これはやってチーノじゃない。いや、これだってあれでしょ。そう、わかんない。私もわかんないから。ギーちゃんは体育大会、体育館の中だから日焼けしないじゃん。あ、そっか。で、リアピチーの外だから日焼け。でも最近か。最近、いや、わからん。じゃあもうそろそろ判定する。早っ。ちょっとあのね、この被る時間でちょっとロスしちゃったから決定的、ね、の質問。じゃあ皆さん手を、あ、皆さん拍手してくださいね。この人だと思って。まず、ギーちゃんだと思う方、拍手お願いします。次、ミヤペチーノだと思う方、拍手お願いします。うん、変わらない。じゃあ、ミヤペチーノか。じゃあ、答えはしますよ。じゃあ、相手にちょっとこっちから行くよ。まず、じゃーん。こっち、あんま意味なかったって。これ、あんま意味なかったですよね。じゃあ、行きますよ。答えは、じゃーん。じゃーん。ミヤペチーノ。中暑い。髪ボスタボサ。ボスタボサ。ボスタボサだったの。整えて、はい、私アシスタント。てかね、私思ったんだけどさ、はい、この3人を選んだのが間違いだった。間違いだった。だってふざけ出すからね。ふざけ、絶対マイク変えたでしょ、途中で。いや、変えてない。あの、2人入ったらいけないって知らなかった。言ったじゃん。チョイス間違えたよ。本当、このどっちか行くべきだったの。ユイコの見る目がないっていうことで、はい。あ、じゃあ次のラッチクも。はい。次もゲームだからね。はい、イエス。って言って、どこから来ましたか？近所。金魚から来ました。天神コアの屋上から来ました。おー、天神コアの屋上に住んでいらっしゃる方という。何言ってんの。お名前は。来たって言ってんじゃん。お名前は。あの、元くるみ推しの元くるみ推しではなく、はい、元くるみ推しです。ミッティさん、はい、ミッティさん、はい、元くるみ推しのミッティさんです。あ、T シャツ着てる。おー、はい、元くるみね。もっとね、オッケー。なんかアイビー敏感になってますか。大丈夫、大丈夫。見てもらいたいと思います。そういうのしないか。はい。じゃあ皆さん掛け声いきますよ。せーの、レイストーキー。何が出るかな、何が出るかな。でで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 でこのゲームは私発案ではないですけど、ネットで調べましたけど。え、なんでこれ。ちょっと失礼します。ディッシュ出てきたー。やだ。さっきね、つけた口紅が違うし、結構私にティッシュくれてた。エリコのほっぺですね。はい、じゃあですね、これはジェスチャーを皆さんにしていただくんですけど、私が出すお題に沿ってジェスチャーをしていただきまして、はい、そのジェスチャーが何のジェスチャーかどうかを当てていただきます。イエーイ。はい、これはですね、ジェスチャーは4つ考えたんで、順番にみんな1つずつやっていただきます。はい、じゃあ順番にいきましょう。ギーちゃんから。え、何の絵だよ。え、何これ、いらない。はい、じゃあ、はい、みんなこっち行こう、3人。はい、じゃあ3人。ミヤプチーノが、じゃあミヤプチーノ喋っちゃダメだよ。よし、あ、ミヤプチーノがあっち行って。で、答える
人は、はい、1人。じゃあ話し合って決めます。はい、あ、そう、はい、話し合って3人で1つの答えを出すね。はい、はい、じゃあちょっとみんな、皆さんも一緒に考えてくださいね。途中でバンって当てに行きますんで、ははは。ちょっと待って、どうしようか。どう、はい、リンコ先輩がそっちで見せればいいじゃないですか。見せてください。裏に違う、リンコ先輩ここに立って。なんでリンコ先輩なの？リンコ先輩最近ラフチックの中ではリンコ先輩パイセンって呼ぶのが流行ってます。え、こっちもいるの？はい、そしたらでも、お客様に見えないじゃないですか。はい、これでいい。じゃあ、お客様もセットするよ。いいよ、はい、じゃあ、パンさんに、はい。こうしとこうよ。はい。オッケー。いいよ、いいよ、もう大丈夫。あ、そっか、みんなにも考えてもらうんだ。はい。じゃあ、どうぞ。何そのダンス？ララ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 ラすごく不思議な。では最初にお客様に、答えを言いたいと思います。じゃあちょっとメンバーみんな目隠して、後ろ目隠して、この聞いた答えを踏まえてギーちゃんのジェスチャーを見てください。これです。これです。なんで分かったの？みんな大丈夫？なんで分かったの？みんな、こんなジェスチャーで分かった？じゃあいいよ、目開けて。じゃあその、あ、ヨヨイのヨイの当ててください。え、わからん。それ結構上手だよ、ギーちゃんね。それ、うん、ギーちゃん上手だよ。夏祭り違うよね。え、これわかるよ。わかるいや、ヨヨイのヨイしか思いつかないよ。あ、わかった。あの、ベルトを付け外し。違うぞ。違う。その動きが。あー、それ分かりやすい。ジートを巻きも引き出す。確かに。じゃあ、一通りしてみよう、動きを。ベルト外した。ベルト外した。4位、夏祭り、はい、いいよ。残り30秒です。何する分かった、分かった誰も見てもらって。じゃあみんなで3人で発表します。はい、せーの、西村健さん。どれ西村健さん？誰西村健さん？さんだから変なおじさんとダフンダン。これ変なおじさん。だよね。それです。はい、じゃあ次の。はい。じゃあ次ゆうこいきます。はい。ゆうちゃんの顔がさ、おなごだからさ。おなご。いや、顔を見せたらもうわかるじゃん。それジェスチャーゲームじゃないか。目つぶって。あ、はい。はい、オッケーでーす。はい。じゃあ、ゆいこのジェスチャーまで。3、2、1。はい。あ、おばあちゃん。分かった。完璧分かった。うん。よし、話しようぜ。もう早いね。早いね。じゃあ答えるの3回までね。それ、お茶飲んでるだけですか？
あのエリンク的にはお題にはこれ合ってないんですけどね、動き合ってないんですけどね。じゃあこのメンバーが答えが外れだったら皆さんに見せたいと思います。いいよ、せーの、佐藤をするおばあちゃん。違います。違うよ。じゃあお客さんに見せますね。皆さん目つぶって、メンバー、おばあちゃん、はい、しっかりして。ゆいこがしていた、ちょっと間違ってるジェスチャーですけど、これです。あのこれ、これって聞いたら普通これじゃない？そうそう、分かる分かる。手だよね。なんで？そう、あ、分かった。ゆいこ、ゆいこ、これして。あ、分かった、あ、分かった。違う、それ違うって。これ、これしてるよ。何それ。はい、じゃあ、いいよ、いいよ。今のね、今のペイで分かったよ。エリック言っちゃった。じゃあ回答。じゃあいいよ、ゆいこ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 、それ違うって。それ違うっていくよ。3、2、1、4、さま、誰？え、韓国の他の国来た。韓国のペヨンなんとか。知らん。ペヨンジュ。てか今ペってやったからね。あーカトちゃんって言うね。はいはいはい、嫌だ。あと1回ですよ、答えるの。責任重大ですよ。じゃあ、ギーちゃん今答えてたかも。いや、ダメ。ちゃんと言わなきゃダメ。じゃあ、ギーちゃん答えてみよう。いいよ、先。2人行け。はい、3、2、1。カトちゃんペ。正解だけど、ゆいこのジェスチャーで答えたわけじゃない。違うよ。ダメ。カトちゃん、カトちゃんの種類じゃないの。違う、カトちゃん知らないの。カトちゃん知らないの。カトちゃんペ、みんなであげるよ、ゲンポンってやつ。それちょっとそれは分かんない。それじゃんけんの名前だよ。じゃあ次行きます。はーい、じゃあ、はい、ピッケー、ピピリ、あ、ピピリじゃない。今ちょっと今ちょっとあの放送事故というものがありました。それは今の私の双子の姉なんで。姉なんだ。はい、あれ、今のはアイピン。あーあー、はい、アイピンか。アイピンのジェスチャーまで、はい、3、2、1。腰砕いた。腰砕かれた。アイピン、喋っちゃダメだよ。今ちょっと効果音。喋った、喋った。あ、わかった。はい、アイピン、合ってる、合ってる。合ってるよね。合ってる、合ってる。上手、上手。アイピン、上手だよ。まあまあ、はい、答えどうぞ。せーの、ピンピル。違うわ。それダメだって言っちゃう。だって年上だから腰砕いて、あのおばあちゃんなの。ちょっと私の姉はちょっと違うの。そこまで老けてない。じゃあお客さんに見せますよ。じゃあみんな目つぶっててね。はい、はい、これです。ああ、で、あーでしょ、これね、分かる、ね、分かるでしょ。じゃあそれを踏まえてアイピーもう一度、みんな、みんな見ていいよ。何、恐竜。上手、アイピー上手だよこれ。あ、分かったよね。分かった、上手だよね。いきます。はい、せーの、おばあちゃん。ダメ、ブブー。私おばあちゃん、惜しい、惜しい。でもこの動きはダメかも、アイピー。これしたらおばあちゃんになっちゃうかも。おばあちゃん、それは何もせずに急にこれでいこう。オッケー。急にこれでいくね。はい、じゃあもう一度、せーの。それちょっと変でしょ。なんか動作してからさ、こうなんかそのそれが起きちゃうとか。オッケー。ふっ、うー、声出すんじゃん。分かった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 。はい、今の分かった。わかりました。せーの、ぎっくり腰。正解。おめでとう。私、ね、初めての正解が出ましたね。はい、次どうぞ。え、終わり？次の方。ね、早く出してくださいな。なあ。ララ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 ラ。事故って言われてる。事故だよそれは。自分で作曲された。はい、知らねー。大丈夫、いきますよ。ミヤピチルのジェスチャーで3、2、1。あ、わかった。これはね、わかった、わかった、わかった。せー
じはするけどね。じゃあお客様に答えみますね。二の目つぶってね。はい、ちょっとみんな目つぶって。これです。ああ、ね、これは分かる人には分かると思うけどな。もう一回やって。それ以外にも上手だよこれ。全然ね。 TTT T じゃない。人そうそうそう、人じゃあ、あと30秒です。人を3つかけて。人なるし。なるしの人。イコール IP。IP なるしになってる。はい、残り10秒です。わかんない、わかんない、わかんない。10。わかんない。9。テクニコでいこう。はい。7、あと2回だよ。6。ナルシスト。わかんない、ナルシスト。あと1回。5。4、3、2、1、おいナルシストじゃない人。ナルシストから離れなさい。正解はこの方です。見えない金八先生。アイチューンウォークのやつ。あ、言ってて。アイチューンウォーク。めっちゃ上手だよ。ミヤブチューンめっちゃ上手。アイチューンウォークって。あと、人っていう字は、人という字は、人と人がもたれかかって出来上がっているので、スティール名言ですよ。おいしょ。ごめん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 。はい。はい、ミヤブチーのお見事でした。ピンパチ先生。アイピーが、ピンパチ先生だったって。ピンパチ先生。ピンパツまたアイピーの暴走が。アイピーが気持ちいい。あ、じゃあいいよ。アイピーの思う金髪先生。じゃあアイピーの金髪先生。ピンパツ。ピンクの髪型はピンパツ。私はピンパツ先生。あ、ピンパツ。ピンクの髪だけね。じゃあアイピー喋らずにピンパツ先生やって。じゃあアイピーのピンパツ先生まで3、2、1。おー、セクシー。気持ち悪い。はい、ありがとう。もういいよ。本当だよ、この人ね、塾の先生だから。やだ、そんな人に授業してない。こんなんしてる先生に教えてもらいたくないでしょ。くってる。じゃあ次の曲に行きますよ。はい。もうキリがないので次の曲に行きます。これこそ可能英語。じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲はステディ。あなたに出会えたこと。
ね、これ髪の毛。では次のラフチクボッチでピンパツ先生、ピンパツ先生ショートにする。ピンパツ先生ショートになります。変身してきます。ピンパツ見ないなくなってる。なんかみんなね、はい、投稿しましたけど、はい、では行きます。じゃあちょっとじゃあ行こうかな、行こうかな。だからあの来たところを教えてください。東区から来ました。うん、名前をジニファーです。ふざけるな。ふざけるな。はい、ジニファーです。はい、ありがとうございます。ジェニファーさんから弾いていただきましょう。なんで来てんだよ。おいピンピンだろ。いや、これは全部山下さんの前で。レッドキングって言ってないじゃん。あ、ごめんなさい。せーの、レッドキング。イエーイ。おー、ピンパッチ先生がピンパッチ先生の髪の毛頑張ってしました。じゃん、ここの存在。ね、なんかこういうこうありがちなゲームをしてなかったから、ちょっとありがちなゲームをしてみようかなと思って。はい、はい、じゃあこの感じで古今東西っていうゲームをしていきます。ルール説明リンクお願いしますよ。はい、お願いしますよ。はい、古今東西ですね、このバンバン何何バンバン何何みたいなリズムで質問を、まあ、じゃあエリコが質問するから、いい子それの答えでね。はい、バンバン好きな食べ物、チョコレート、パンパン、レモンみたいな感じで。レモンが好きなの。いや、ちょっと今、パッと出てきた。めっちゃ熱いけど、ちょっとパッと出てきたよね。だんだん壊れていくやつですね。はい、そう、だんだんこうテンションがおかしくなってくるやつですね。これを、普通のルールではしません。モノマネをしながらしていただきます。はい、一つのね、モノマネをやります。じゃあ、どうしようかな。さっきじゃ金髪先生出てきたから、金髪先生にしようかな。はい、はい、注目ね。はい、注目。オッケー。あれ見て。どこでしたか。え、金髪先生なの？なんで残念そうなの？なんで残念そうなの？ちょっとね。何がしたかった？全部。うさい。じゃあ全部金髪先生入ってるからね。金髪先生にしましょう。じゃあエリンコから始めまーす。せーの、はい、じゃあみんなパンパンから始めます。手叩いてね。オッケー。皆さんもぜひパンパンしてくださいね。いくよ、本気で。せーの、好きな、あ、待って、モノマネしちゃった。モノマネ、自分がいいな。罰ゲームとかありですか。罰ゲームとか。あ、じゃあ罰ゲームしようか。止まったら罰ゲームしよう。わかった。オッケー。罰ゲームは、モノマネこの中でしてるからな。他のモノマネ。他のモノマネ。モノマネしながら何かするみたいな。ん？逆に。みたいな。うん。ちょっとよくわかんないから。モノマネしながら。よくわかんないから、はい。インド人でいいです。はい、インド人でしましょうね。行きましょう。はい、それじゃあ行きます。せーの、好きな食べ物、チョコレート、いちご、知らない。なんで今のダメでしょ。今のこれアウトでしょ。当然当然。何今の。あれはパスは一回使えるけど、知らないはダメだよ。じゃあパスだったの。パスの言葉を知らなかっただけ。そう。あ、じゃあすごい。いや、言い訳でしょ。じゃあパスだったってことでしょ。パスだったと。じゃあそのパスは使いましたからね、アイピ。そういいよ。もうパス使っちゃダメだよ、アイピ。いいよ。待って。じゃあもう一回リンコから質問するよ。せーの、好きなキャラクター。リレックは、リッちゃん、プーさん、アルス。それ、スティッチだ。スティッチだ。物は間違えとるわ。ねえ、あれスティッチだよ。何でもいいから言ったし。キープしてた。アウトー。3回ね、3回じゃ切りないな。2回ね。じゃあ2回間違えたら罰ゲームに行きます。はい、じゃあ行きます。じゃあちょっとモノマネ変えようか。うん、どうする。好きな、自分の好きなモノマネ。それはダメです。それバラバラになっちゃうから。アイビー何やってるか分かんないみたいになっちゃう。じゃあドラえもんしよう。ドラえもん。できん。できる。スイッチできるんだからできるでしょ。もうしょうがないだろ。あ、それでいい。それでいい。全然いい。あの、寝てなくてもいい。あの、ドラえもんっぽくしてる。バッグがない。やばい、おっさんになってます。バッグがない。バッグがない。喉がやばいかも。じゃあ行くよ。エリンコからじゃあ質問してね。行くよ。みんな中学生。ちょっとうるさいわ。中学生。はい。せーの。好きなテレビ。何？嵐にしちゃいます。
当たりにしてんじゃん普通に言ってる。あーたーしかも、皆さん順番がおかしい。本当だ、中間もこれしてた。順番替えしよう。順番替えする、うん、じゃあゆいこ1回ね、とりあえず。ダメな、ダメじゃない、1回。じゃあ一番端行くわ。オッケー。あ、じゃあ、アイピー質問する。あ、オッケー。じゃあアイピーが質問絶対絶対アイピーが質問するやめた方がいい。それ人ずるくない。え、でもどっちにしろ、あの、誰か一人で質問するから、まあもうアイピーも捨てたら終わりだ。そうだよ、そうだよ。はい、質問するよ、アイピーが質問いきます。せーの、好きなアニメキャラ。ちょっと何も物まねしてないじゃん。あれ物まねあるやと。あ、オッケー。ルール理解してるみたいな。みんなルール大丈夫？え、何の物まねする？ドラえもん？いいよ、あ、待って、あ、ドラえもん、あ、まあ、ドラえもんでいいや。はい、ドラえもんでいきましょう。はい、せーの、おやつ。おやつじゃわかんない。おやつじゃわかんない。おやつって聞いてなんて答えるの？あの、アイピーダメです。ダメだね、今のね。戻って、アイピーアウトでしょ今の。おやつ。おやつって達成。おやつじゃあ行きますよ。はい、はい、せーの、この中で一番コスプレが似合う人。私。お前最初に答えちゃダメじゃねえかよ。あれさ、あの、ゆい子の順番に答えたら延々とゆい子問題やらなきゃいけない。ね、大丈夫、誰もさ、この何ゲームのさ、ルール理解してない。するって問題じゃないんだけど。質問する。する、うん、じゃあいいよ。ダメだよ。ルール分かんなかった。ルール教えてくれ。ドラえもんね。せーの、好きな色。待って、みんなのクリーチが。もういいから。これもうアウトにしよう。アウトしてよ。なんでなんでなんで、みんなだってそうね。あ、でもミヤピチの2回だ。ミヤピチ2回も。あ、アイピーも1回したよ、だから。パスやったっけ最初の。さあ、パス。あれ、あれや。はい、じゃあ今年、あの、もう今年はミヤピチの罰ゲームを見るのは最後です。今年最後のミヤピチの罰ゲームを見てください。行きますね。はい、インドでね。スティッチがインドに上陸した。あ、いいね、いいね。スティッチで、うん、はい、インドで行きます。行きますよ。あ、恥ずかしいね。出てくるシーカー、上陸するシーカー。行きます。むちゃくちゃすぎるやろ。3、2、1、シュ。はい、インド人、インド人、インド人、リボリ、リボリ。すげえ。リボリ、リボリ、インド人好き。スティッチはインド人好き。まあ、すごいよくできました。拍手。すごい。すごいね。ミヤピチーノにスティッチをやらせちゃダメだったね。そうだよ。そうだよ。もうボイチョボイブル。そうだよ。じゃあ次行きますよ。はい、じゃあ次行こう。次行こう。あの、もうね、突っ込みすぎて、喉が。はい、次。はい、次。はい、次。いくよ。はい、次。もうあと1枚アイピー、はい、いらっしゃい。アイピー壊れない。あ、ミヤが。では、どこにお住まいか教えてください。北九州。北九州から来てくれましたよ。みんな聞いて。いらっしゃい。ごめんなさい、みんな聞いて。ごめんなさい、北九州から来てくださいました。北九州。おー、ありがとうございます。それではお名前お願いします。はい、神戸です。神戸さん。北の九州から来たんだよ。北の九州。ちょっと静かにして。はい、一個しかない。北にある九州。北の東海の北にある九州。じゃあ皆さん掛け声いきますよ。はい。よ。せーの、レッドキー。でで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 でさ、あの、最初の方はですね、なぞなぞ私たち、あの、クイズというものを知りませんで、知りませんね、知りませんね、あの、ゲームを知りませんで、あの、なぞなぞぐらいしか知らなかった私たちが、ね、うん、あの、何回かにわたってお送りしてきたなぞなぞ、今回は久々にやりますよ。まあ、ほんと、なぞなぞ久々だ ね、はい、これは、ゆうこのね、いつも問題が楽しみだから、そうね、今回も楽しみだけど、そうね、ちょっとみんなこっち来よう。そうね、はい、今回は2問ご用意しています。あ、2問だけ？
二問だ。贅沢かよ。行こうじゃん。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ問題行きます。うん、だから、ある人が動物園に行くと、檻が一つ空になっており。ダジャレ？ダジャレ？今のダジャレ？檻？え、今のダジャレ？どういう？このようにですね。NNNO このようにあのこんな感じでね書かれていた看板が近くに落ちていました。ナンバー17園内のガイドをしていた人がそれを見たら大慌てで逃げてしまったんです。え、この檻には一体何があったのでしょう。あ、わかった。でまずこれまずエリコこれ見て何て書いてある。 NO1 なのだね。じゃあこれある人は動物園に行くと檻が一つ空になっていて、はい、それが書かれていて一つ空になっていて、シンキングタイム。わかったいいよいいよ、わかったならいいよ。あ、ダメいや、からんわ。 LO17 のいなあれ、これ個人戦、個人戦な。皆さんも考えてください。LO17 のイ7、まあ、ヒント言うよ、ね、ヒント言うよ、はい、こうやって、まあ、斜めになってたんだけど、まあ、どの角度から見てもだからこの看板ちょっと壊れてたのかな。え、なんで。あ、分かった。分からん分からんのかい。分からんのかい。はい、シンキングタイム。え、中に何がいたってこと。どうぞ、じゃあまあ、まあ、ゾリ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 ちゃうわ、ゾリで逃げんわ。あ、わかったゾリ。早速、未来子ゾリさゾリ。じゃあ答えてもらおう。じゃあまず、ギーちゃん。え、待って何か思うこと。はい、動物。いや、まあ、とにかくこの檻には何かがあったの。逃げるやつ。逃げるやつ。逃げる動物を答えていこう。鳥で逃げるか。鳥がこういたらうわーで逃げるの。あ、それだ。次は人。え、動物園。サメ。動物園だよ。サメね。え、サメとサメ。サメは水族館で。あ、そうか。水族館と動物園もわかんないとかよ。分かった。アイピー分かってそうだから宮別のか先に行こうかな。え、全然分かんない。角度でしょ。ポッポロポポポッポロポポうるさいな。前髪がね、すごく気になる。え、なんだろう。大々ヒントいくよ。前髪すごく気にするな。今クイズなんで行くよ。大々大ヒント。何ですか。分かった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 。もう分かったって言ってるでしょ。じゃあ、アイピー答えを。アイピー、アイピー、アイピー、分かった。じゃあ、アイピー答えお願いします。ライオン、正解。なんでリオンじゃん、それ。ライオン、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 ライはい、repeat after me. Liar. やめなさい。え、これでライオンって呼ぶんだ。ライオン。ピンパチ先生が教えてくれたんだから。ピンパチ先生、ピンパチ先生ちょ、うるさい。ライオン。あ、よし、じゃあ、はい、終わり。あ、ちゃんと見てみよう、別に。はい。2回。ライオン。repeat after me. 2番目が終わった。容疑者として、4人の生徒に1人ずつ順番に話を。あ、ごめん、最初から。聞いてみよう。学校の窓ガラスを誰かが割った、うん、容疑者として4人の生徒に1人ずつ順番に話を聞いてみた。キーコ、キーちゃん、あ、ペチリコ。4人の生徒。4人の生徒で順番に聞いてたの。 A、B、C、D の順に聞いてたのね、うん、で、まず A の証言。やったのは私じゃありません。 B はC、 A は本当のことを言っています。 A は本当のことを言っています。 CD は嘘をついている。 D は嘘をついている。次 D ね。私は絶対にやっていない。私は絶対にやっていない。この中でおかしなこと、おかしい、不可解なことを言っている者が犯人なのだが、それは誰でしょう。不可解なことをやっている。シンキングタイムスタート。はい、はい、A なんで
だって私やってないって人ほど怪しくない。そういう問題じゃないんだ。あ、そうですか。謎謎だよ。D をやってんの、やってないって言ってなんで C を嘘ついてって言うなら C でしょ。本当だ、 C 何も出てない。正解。あ、早くない？早っ。え、アイスピー。え、どういうことどういうこと、わかんない。なんでなんで。ほら、順番に ABCD の順番に言っていったでしょ。で、C が、C が D は嘘ついてるって言っても順番に言ってたんだから。あの D、 すげえ、ほんとだ、すげえ、すげえ、ほんとだ。だから、だから真実を明かしました。自分より後に需要調査。彼がコナン君やな。もう解説しません。ごめんなさい、怒らんでいいよ。解説してください。もうしません。次の曲に行きます。しかもですね、その次の曲はなんと最後になります。最後の曲ですよ。最後の曲は私なんで抱きしめたいんだろうです。聴いてください。それはなんで抱きしめたいんだろう、私なんで抱きしめたいんだろう、抱きしめ
披露する曲が終わりました。はい、今年もう宮口のを見ることはないでしょう。ないでしょう。はい、寂しいですね。皆さんちょっと宮口のの写真を最後に撮りますか。じゃあ私も一緒に。いいです。いらないです。ピンパツ先生抜いて。ピンパッチ先生いらない。じゃあ宮部チーノの方がいて。宮部チーノの方がピンパッチ先生抜いて。あ、じゃあみんなでもう集合写真にしよう。みんな写真撮ったら。 Let me ask me who are you? Who are you? あ、宮部チーノの真ん中に来ようとしたら。 Who are you? じゃあ皆さん撮ってください。10秒間せーの。え、誰が数えてんの。10、9、待って、私、小串、邪魔や、5、4、3、2、1、終了。はい、見分かりましたか。この5人では最後だね。あとこの格好ね。はい、私だけを撮って最後まであんま触れなかったけど。いらないとよ。さすがに撮ってくれないいらない。カメラの以外はいいですか。いらない、はい、いいから。4秒間いらないって。はい、暴走しない。ありがとう。誰も撮ってないから。はい、もうこの5人でねライブするのはもうライブ。うるさいって。はい、もうそろそろちびっ子をね入っていきます。そうですね、宮プチーノがいなくなる代わりにちびっ子が3人増えるんでね。はい、新メンバー。え、そうなのって顔してますね。もうすぐ、もうすぐね、もうすぐ3人ちびっ子お披露目しますね。はい、アイドっていうこと、クッピーっていうこと、ギリメロっていうこと、3人が入ってくるので、もうすぐ楽しみにしててください。はい、で、新情報の解禁をお楽しみに。はい、はい、はい、じゃこれで終わろうと思うんですが、はい、最後、サプライズがあります。サプライズ、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 ノー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 、ハッピーバースデー、ノー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 、何？四角なもの。表彰状。雰囲気ぶち壊し。ラプチック。ミヤペチーノ。卒業ですか？卒業じゃないっす。あなたは。あ、普通にあげて。ありがとうって。はい、ありがとう、今まで卒業したけど。帰ってくるってば。私卒業したんだね。もう帰ってくるって。勉強頑張ってほしいから、はい、お勉強頑張れっていう思いをみんなで色紙に書きました。ね、はい、ミヤペチーノ頑張ってファイト。はい、はい、なんか中身見て、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 アイピーがなんか、ん、何、はい、ね、それを立てるやつ、立てるやつ、おー、立てるやつ、はい、ありがとう、あげる、すごい、ありがとう。こんなことしてますけど、アイピー。全部これアイピーが用意してくれました。そう。ね、いいことね。テンション下がって。やっぱりしっかり者のアイピー。そういうの言わなきゃいいのに。しっかり者。はい。うるさい。うるさいって。じゃあ、ミヤペチーノ、どんな感じ？ミヤペチーノ。見せて。中身読んでるし。じゃあ、ミヤペチーノ、ミヤペチーノ、こう、後で読んで。はい、中身はこういう感じになってまーす。まあ、見て。はい、ミヤペチーノ受験生だからね、お勉強、はい、自分の行きたい高校、もうそう半年ぐらい会えないね。行きたい高校って頭いいの。まあ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 、なるほど、頑張ってね。まあまあ、じゃあまあまあの学校に入れるよね。ていうかさ、待って、エリンコも受験生だよ。エリンコ受験生だ。エリンコも頑張ってくれ。頑張るの。ライオンわかんないのにな。ライオン、あ、ライオン。ライオンわかんない。ライオンもわかんなくて大丈夫。グーちゃん。はい、okay、 エリコが受験頑張るよ。これ、新メンバーのも書いてあった。そう、新メンバーも書いてくれた。あ、私は新メンバーのメッセージ見てない。まあ、中身はね、あの、うん、ツイッターとかで最後に載せてもらったら。はい。載せたかったら載せて。ね。じゃ最後みんな、載せたかったら。載せたかったら。乗せたかったら、たかったら乗せます。私乗せたい。アイピー戻ってきて、アイピー戻ってきて。じゃあ最後、セグウェイに飾ります。はい、以上、ラスチックでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 See you again。 See you again。 Bye。 絶対英語言いたいだけでしょ。 Bye。 Bye。 後でね。あ、アンコール。
アンコールとか待ってないよ。アンコールって英語なんて書くんだっけ？エイクなんかお魚さんみたいな。アンコールとか待ってないよ。ノーノーノーエンコールどうする？じゃあどうする？アンコール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 ありがとうありがとう。誰もアンコールって言ってなかった。一言も言ってないし、手拍子してたけど誰もアンコールと。あれ、はい、みんなちょっとアンコールの練習しよう。言えないでしょ。もう一回出てくるから、ちょっとじゃあこっちから。二人は言わない。アンコールって一人ずつ言っていこう。アンコール、はいはい、面白い。アンコールアンコールアンコール、はい、アンコールって言ってください。アンコール、はい、ありがとうございます。はい、アンコール、はい、ありがとうございます。アイビー、アイビー、アイビー、みんなアンコールって言ってる。アンコール。No, no, no. アンコール。オッケー。それ発音合ってんの？ギーちゃん。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 Oh, no, no, no. ギーちゃん。それ違うわ。それ違うわ。あれ？ちょっともう一回。はい、じゃあもう一回もう一回。じゃあ4人でアンコールいきまーす。え？あれ？え？じゃあミヤベチーノ最後さ、ミヤベチーノ呼ぼうよ。あ、ミヤベチーノ。じゃあみんなで、ペペロンチーノ呼ぼう。あ、じゃあミヤベチーノ呼ぼう、ミヤベチーノ。せーの、ミヤベチーノーって、あれみんな言ってた。ミヤベチーノー。じゃあみんなで、ミヤベチーノーって言うよ。せーの、ミヤベチーノー。ペペロンチーノって言うよ。せーの、ペペロンチーノー。ペペロンチーノじゃないし、ミヤベチーノやし。はい。それが言いたかったそうで。欲しがりやな。最後だからね、そういうことも言いたくなるでしょう。じゃあアンコール曲いきます。じゃあ位置について。え、何？位置なんかあんの？位置はないです。じゃあ、位置間違えちゃった。じゃあ最後アンコール曲はですね、ビーガールイズムという曲です。あ、ビーガールなんだ。はい、ラップで盛り上がって最後、ね、最後はテンション高めでいきましょう、みたいな感じでいきますよ。それではミュージックスタート。みんな発音よくね。お前だけやりおけ。このまま寝ないで。
おばあちゃんが一人います。じゃあ、グランドマ。よし、じゃあ終わります。じゃあ、宮口の最後、ちょっとなかなか来れなくなるから最後、一言言って。今日からもう休むことになるんですけど、戻ってきた時もまた応援してください。今までありがとうございました。本当に終わりにした。ちなみにいつ頃帰ってくる予定？あ、確かに。そうですね、3月くらい。はい、3月くらい。じゃあ3月次、4月ね、3月後半ぐらい。3月中旬ぐらい。まあ私は中3になる頃ぐらいですね、帰ってくるそうです。はい、忘れないでください、絶対に。はい、みんな待っててね。そう、はい、宮口のことをこの頭の片隅の1ミリ程度のところに入れてては大丈夫です。1ミリ、はい、少ないな。1ミリ、ライピーのところだけ 100%。 おい、1ミリも入ってないじゃない。うなずいてるんだけど、チーノがいる。はい、というわけで、これにてラフチックの公演を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、物販に来てください。ありがとうございました。宮口の最後の物販です。 See you again。 だから英語言いたいだけ。 See you うるさい。 Okay。 最後ということでね、制服姿でチキを取りたいとか、そういう感じのあるじゃないですか。そういう感じか、今、ステージに出てきた格好がいいか、どっちがいいですか、皆さん。いいと思う方に拍手してください。じゃあまず制服がいい人、拍手。はい、じゃあコスプレがいい人、拍手。はい、誰もいないです。あれ、お客さんみんな帰っちゃったのかな。あれ、じゃあもう一回、制服がいい人、拍手。はい、じゃあコスプレがいい人、拍手。コスプレお願いします。わかりました、了解です。